神社の、本殿の手前に、拝殿のためにある、縁起の木ですね。縁起の木の、ところに、男性はこちら、女性はこちらからって書いてあるんですけど、これ出会い橋だと思うんですけど、女性は向こうですね。男性こっちなんで。男性こちら側から、女性はそちらからから行って、中央で出会うということで、縁結びという意味ですね。で、稲荷で、なんていうか、狐の嫁入りとかやるところで、そういうのがある場合があります。こっち側の神社は男、こっち側の神社は女性で、で、いつぞやに、祭事があった時に、狐の嫁入りっていう行事をする場合があるんですけど、そういうようなのにちょっと近いものじゃないかなと思います。